皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回の企画発表します。武田塾生リアルな1週間を大公開、やっていきたいなと思います。今回ちょっと札幌校の渡辺先生にお願いして、武田塾生の中で割と標準的というか頑張ってる現役の高3生と高2生の1週間が分かる指導報告書を持ってきてもらいました、はい、その子たちの1週間ちょっと見て、武田塾チャンネル見てるみんな自分と比較してほしいなと、そういう企画やっていきたいなと思うんですけど、まず一発目、高3生からいきましょうか。高3生の1週間の指導報告書、こちら。じゃあちょっと順番に確認しましょうか。4月の12日から17日の1週間で勉強したのがこの量ですよ。システム英単語1から200、速読英熟語1から15章、英語長文ルールズ3入試難関編が12までで、4月の時点ルールズ3終わってんのか。そうです。早っ、この子。ルールズ3がマーチレベルの、国公立レベルの長文の問題集になります。なので結構難しいです。で、基礎問題成功1A が復習ですかね。90から123の範囲を復習してくれてる。で、受かる計算で計算練習もしてる。48から53まで。で、ヴィンテージで文法の暗記も1から8章やってる。数学の 2B、1A が復習終わったら 2B、1から18入ってると。今かなり、じゃもう進んでますよね。ルールズ3とかもあって、ね、はい、次、長文ポラリスとかか。入ってますね。早っ、この子志望校どこですか、ちなみに。奈良女です。奈良女子大学、理系。文系です。文系です。はい。じゃあもう奈良女子大は、英語に関しては、もうほぼゴールに近いそうですね。英語はいけますね。英作文とかと対策すれば。そうですね、いけちゃうと思います。いつから通ってる子なんですか？高2の夏ですかね。おー、半年勉強して、英語が到達しそう。で、数学はね、もちろん基礎もこっからまたやり込んでいってってことだと思うんですけど、だいぶでかいな。しかもね、システムも、1日50個って聞いてびっくりしてるかもしれないですけど、発声語まで今覚えさせてるんですよ、ね。はい。で、これをみんなに分かっておいてほしいのは、現役生で普通に4月忙しいはずやのにやってるよっていう話なんですよ、うんうん、この子どうですか、1日の勉強時間とかこうヒアリングとかは。5時間から6時間ぐらいしてます、ね、ちなみにですけど、この子って進学校の子とかなんですか？そうではないですね。学校でもかなり頑張ってる方というか。そうですね、かなり頑張ってます。で、しかも学校の課題とか学校行事とかいろんなことと両立しながらやってると、はい、忙しい中どうやって時間捻出してるんですかね。内職をできる授業の時にしっかりして。止まってますね、武田塾。止まってますね。女の子でしょ。女の子です。めっちゃ気合入ってますね。気合入ってます。この子は結構もう武田塾を信じてくれてるというか。そうですね、全ベッドみたいな、はい、そうですね。 YouTube 見てる子もそうだし、武田塾通ってくれてる子もそうなんですけど、武田塾は武田塾で参考にしつつ、学校は学校でやりつつ、中途半端になってる子多いっすよね。多いですね。高1高2だったら全然いいんですよ。でも高3で逆転合格で、今から何としても受かりたいってことだったら、武田塾全ベッド以外ないだろって僕は思うわけですよ。で、この子は覚悟決まってる系ですね。決まってます。そこだよ、みんな。覚悟決めないと、あれもこれもって、学校のことを、予備校通ってる子やったら予備校のことを、参考書のことを、全部中途半端が一番よくない。嬉しいです、この子。覚悟決めたきっかけみたいな、もし知ってたら教えてほしいですね。自分なりにやってはいたけれども、はい、それで成績伸びなくてどうしようかって行き詰まっちゃってって形です。はい、この夏に武田塾通って、そこからやり方がだいぶ変わったんですか？そうですね、はい。だからみんななんか成功体験1個、この科目伸びたとか、この参考書じゃん、やっぱりっていう風になんか覚悟決まるきっかけがあったら、多分みんなも変わってくれると思うんですけど、時間限られてるから、受験生のみんなは。だから信じて全ベッドしてほしい。もちろん内職も僕もガンガンやってほしいなって思ってるんで、心では。過去だって札幌校の北大合格者も、現役合格の子は結構内職とかはどうでした？しないと回らないので。正直そうなんですよ。だから内職をしてほしいわけじゃなくて、しないと回らないっていうのが実情なんですよ。限られた1年とか短い時間で受からせようと思うと、これが本音っすね。というわけで高3生でした。ちょっとイニシャルだけ T さんね、頑張ってください、応援してます。続いて高2生頑張ってる子、高2生持ってきてくれました、はい、こちらドドン Y さんです、はい、高2ですと。まずシステム英単語が1401から1150個、だって5月12日1401から1550 150個で、最終的には2027まで。2年生ですよね。2年生です。すげえ。で、速読英熟語はちょっとお休みですけど、復活するときには3週目よと。で、ヴィンテージを1日1章ずつで7から10で、英語長文ルールズ1が1日2文、ハイペースですね。復習かで、ルールズ2にこれから入るところ、はい、基礎問成功 2B、 基礎問のペースも速くないですか？12台ずつ。これだって平日っすもんね。5月12から5月17まで。この子1日何時間勉強してるんですか？5時間ぐらいですかね。自習室にも毎日来てます。毎日来てる。札幌校朝9時から夜10時まで自習室空いてるじゃないですか、はい、平日は基本最後まで。家が遠い事情があって9時まで帰れる。ギリギリ終電ぐらいなレベルで。家までどのぐらいかかる子なんですか？家まで1時間ぐらい。おお、早く家帰りたいはずじゃないですか、はい、高2やし本来なら。で、しかもこの子も女の子ですね。そんな高2もいるんやでと。高2の5月に頑張るモチベーションの源は何なんですかね？大学に行きたい。志望校とか聞いても大丈夫ですか？阪大です。大阪大学、はい、で、この子が通ってる高校はどんな雰囲気の学校なんですか？
コースが複数あるんですが、はいはい、その中でも頑張るコースには属しています。札幌のあの高校ですか？そうです。あそこってちょっとあえて名前は出さないですけど、宿題めっちゃ多いじゃないですか。めちゃくちゃ多いです。どうやってんですか？だって参考書で5時間でその移動も片道1時間で学校の宿題もあって、この子も覚悟決まってる系？決まってます。こんな動画出したら武田塾行ったら学校の宿題もできねえのか内職させられんのかどうなんだみたいな思いますけど、覚悟決まってる2人を今日は持ってきてくれたと。そうですね。一応宿題と両立しながらコツコツやってる子もいますよね、はい、1、2年生だったらぶっちゃけそれも全然ありだと思います。3年生は正直言うとそれじゃ受からせられないのよ。僕らも覚悟決めて参考書学習とか絶対受かりたいんやっていう子はそれ託してくれたら受かるもの戦略組んでやってもらいますんで、そういうねちょっとこう学校とも格闘しながら頑張ってる子もいるよと、はい、頑張れよ Y さん応援してるよと。そんなこんなで札幌で頑張ってる高2生のリアル、高3生のリアルをお届けしました。こんな頑張ってる高2生とかね、高3生現役生あんまいないんじゃないかなと正直思います。勉強したりしなかったりとか、英単語やったり文法やったり、一日一にやること変わっちゃったりとかね、こういう風に計画的にちゃんと武田塾の子は頑張ってくれてるんで、参考にモチベーションになればなと思って今回動画撮らせてもらいました。あとちょっと YouTube 見てる人に分かっといてほしいなと思うのが、じゃあ計画だけこなせばいいのかとか、参考書量だけやればいいのか、150個だったら俺でもできるぞとかね思うかもしれないですけど、武田塾全体では個別指導があるんですよ。そこで勉強の完成度めっちゃうるさく言われるんですよ、はい、だから紹介した2名はその個別指導をクリアする完成度高い状態で毎週毎週この参考書たちを頑張ってくれてると。そうです。個別指導を突破する難しさというか、個別指導の意味みたいなところを渡辺先生から話してもらえたらなと思うんですけど、はい、量やるは皆さんこう、うん、なんとなく自分一人でもできるんですけど、うんうんうん、日々の勉強がどのくらい完成してるのかっていうのはなかなか自分では測りづらいですね。そうですね、うん、それが測れないままずるずると完成度低いまま勉強進んじゃうっていうのがやっぱり怖いので、はい、武田塾の個別指導ではなんと1週間やったことちゃんと身についてるのか、うん、やったことについて全部口頭チェックされます。札幌校だったら北大の先生か、はい、お茶水音校だったら総慶の先生とか国公立の先生とか、各教室にねそれぞれ先生がいますと、その先生がこの1週間やってきた範囲から根掘り葉掘りチェックするんですよね、はい、どんなこと聞きますか？この文法問題1番選んで正解してるけど、うん、なんでこれ1番選ばなきゃいけないんだっけ、回答の根拠全部プロセス説明してみたいみたいな、本当に分かって解けてるのかっていうところを説明してもらうわけです、はい、だから英語長文でもそうだし、ヴィンテージでもそうだし、数学の基礎問とかでもそうですけど、答え当たってたとしてもなんでその答えにたどり着いたのっていうところも、この2人はもちろん課題はある時もあると思うんですけど、基本的にはクリアできてる。そうですね。だからこれがすごいんですよね。精度維持したまま量をやるっていうのがめちゃめちゃすごいと思いますね。だからそういうね、みんなもただ参考書やるだけじゃなくて、その中身までこだわって勉強していくとさらにレベルアップするよと。自分一人じゃ難しいなって思ったら、渡辺先生が札幌校にいるように全国400教室力のある先生がね全国にいるので、ぜひ武田塾の無料受験相談とか無料体験とかもあるので一度活用してみてほしいなというふうに思います。実際に常に札幌校でいる渡辺先生、 YouTube 的には知名度ないですけど、武田塾の中だとすごく力のある先生で定評があるので、渡辺先生の口から話しまった方が説得力あるかなと思って今日は来てもらいました。というわけでリアルな武田塾生の1週間早くこのステージまで来てくれよ。今回の動画は以上です。ありがとうございました。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。